こんにちは。こんにちは。星野理香です。緑地恵美です、先ほどですね、今日5月18日、空から来た転校生の初日を迎えることができました、先ほど舞台挨拶が3回終了しました。ありがとうございました。本当に本当にありがとうございます。どうですか、今の気持ちは。今の気持ちは、今日から公開ということで、順次全国に公開されるんですけど、このやっぱスタート地点の池袋のリネシー、シネリーブルさん、シネリーブルさん、すいません、あのシネリーブルさんからということで、もうハラハラドキドキワクワクしてここまで来たんですけど、お客さんがね、来てくれたのでホッとしてます。嬉しいです。楽しかったですね。リカはどうでしたか。はい、いやもう本当に、なんて言うんでしょう、幸せでした。今日はなんか撮影の時とか思い出したりとかもして、本当にキャストのみんなとか監督さん、スタッフさん、みんなで作り上げた作品がこうやって劇場で公開されて、本当に嬉しく思うし、こうたくさんの人に見ていただきたいなと思います。本当にいい作品に仕上がっているので、ぜひ皆さん、シネリーブル池袋の映画館まで足を動かしてください。お待ちしてます。今日は本当にありがとうございました。これからもよろしくお願いします。バイバイ。